さっきからあちこち書いてるけどどうしたかゆい <laughs> どこ見せてああ蚊に刺されてるこー書くなそんな風に書いてたら傷になるだろ <laughs> 仕方ないな薬塗ってやるよ取ってくるからちょっと待ってて お待たせえっとまずふくらはぎだろ他は太もも二の腕首 <laughs> <laughs> お前刺されすぎどんだけお前の血うまいんだよまだあんのどここの辺って 服の上から言われてもわかんない。服まくって。うわ、お腹めちゃくちゃ刺されてる。胸の下まで。お前、どんな格好でいればこんな場所刺されるんだよ。たく。他はもうかゆいところないそれならいいけど。 イイライラなんかしてないしうるさいな黙ってろよあ,あもううるさいって言ってんだろイライラしてるよだってこんな場所刺されるなんてお前がお腹出してたってことじゃんいっぱい刺されても気づかないしお前マジで無防備すぎるんだよ 何笑ってんだよ。真面目な話してんのに。カニ嫉妬って。嫉妬するよ。お前の体は俺のだし。お前の体、を傷つけたわけだし。気安く触れて傷つけたの。許せない。見つけたら絶対やっつける。それはそうと、またお腹出てる。 だからいつもお腹冷えてお腹痛いって言ってんじゃないですかシャツはズボンに入れることほらカッ悪いとかそういうことじゃないだろまたお腹蚊に刺されてもいいのお腹冷えて痛いって苦しんでいいのか嫌だろなら俺の言うこと聞けって なんいい子。ああ。それにしても、お前柔らかいから。<laughs> うまいのかなうーん、俺全然刺されてないんだけど。ほら、見てみ。な無傷。俺、筋肉質だから、肉質硬くてかも刺したくないのかも。その点、 お前プニプニだし、スベスベだし、<laughs> もちもちだからな。人間の俺ですら虜になる体なんだから、かだって刺したくなるよな。ああ、お前を刺したかはお前の良さを。わかってるやつだ、きっと。<laughs> 少しはわかり合えるかもしんないな。あ 嫉妬してんのか分かり合えるのか分かんないってうーん。どっちだろうな。俺も分かんない。<laughs> いいよ、どっちでも。なあ、今日はお前抱きしめて寝てもいい <laughs> た,たまにはいいじゃん。俺だって。 お前に甘えたい時もあるんだよ。ギュ、うん、ーお前の体は俺のだからな。それだけはちゃんと覚えとけよ。